KAL-1KAL-1002 号機。KAL-1 は、川崎航空機が製作した小型プロペラ連絡機。KA は、川崎航空機。L は、連絡機の略。愛称は、オカルさん。1952年、GHQ スキャップが撤収し、航空禁止が一部解除された直後、立川飛行機の元社員による新立川飛行機や、 川西航空機の元社員による東洋航空工業などの航空機メーカーが設立され試験、研究的な航空機製造に取り掛かっていた。川崎航空機も航空産業の復活を目指し、まず小型飛行機の試作に取り掛かった。KAL-1 と名付けられた4人乗りの計、飛行機は1953年7月に完成した。7月21日に、 かかみが原飛行場で初飛行に成功。10月に2号機が完成。両機ともに対空審査試験に合格した。両機は川崎の車用機として使用された。1954年4月に日本青年飛行連盟が主催した台湾訪問新前飛行に参加し、セスナの機体とともに台北までの飛行に成功した。1号機は昭和29年に 陸上自衛隊へ買い上げられ、連絡機として使用された後に解体された。2号機は川崎の車用機として、生涯を終えた後、1966年に大阪市港区の交通科学博物館に引き取られ、展示されていた。2014年4月に交通科学博物館が閉鎖されたことにより、2014年12月からは岐阜県各務原市の各務が、 原航空宇宙科学博物館に移され、現在はその更新の岐阜カかみが原航空宇宙博物館に展示されている。レシプロエンジン単発の4座席小型機で、低翼、お臨式の当時一般的な形態であるが、戦後の国産機として初の引っ込め足、全金属製のボディである。ありがとうございます。